いどうもカズキです。今日はね久しぶりに撮るんですけど、あのね、ちょっと前、9月にあげた動画なんですけど、ジンタマさんの機会でジンタマさんの企画でね、いいねの数だけ走るっていう企画があったと思いますが、上がってきたとこやなこいつ。それね、実際走行動画となってます。実際ね、いいねがね、いくついかというと、いいねが43で、バットが 2段で、43-2、41で、1いいね何キロにするかというと、1いいね2キロにしたいと思います。で、かける2でね、82キロということで走りたいと思います。なんでね、ちょっとね、なんつうの、一箇所ではちょっと面白くないんで、どうせなら県北の観光名所を紹介したいと思います。で、まず最初にこの動画、多分 2,3 個に分かれると思います。まずはね、まあ、茨城県を誇る観光名所、茨城県大子町にあるね、福戸田の滝へ今向かっているところです。皆さんもね、ちょっとね、茨城県にお越しの際は百寿屋中央線をね、ずっと福島方面に向かっていくと行けるんで、この辺の山もね、結構紅葉して綺麗なんですよね。まだ緑ですけど、ちょっとね、茨城もなんかね、魅力度が47位か42位、5位上がったんですよね。ちょっと中途半端ですよね。最下位ならさ、最下位が1位しかないよ、注目度は。47位が42位になってもあんま大差ないんで、だったら最下位を突き通してほしかったと私は個人的に思っております。逆に注目したいじゃない、何年連続最下位とかでさ、1位と同じぐらいの価値があるとは僕は思うんですけど。さて、前も言ったかもしれないですけど、魅力度最下位でさ、本当に最下位なのかなと思って来る人もいるかもしれないじゃないですか。で、ちょっとね、結構この道なりずっとまっすぐなんでね、近くに来たらまた後ほど撮影します。それでは後ほど、はい、福戸田地域行きました。あそこに廃墟のラブホームある。恋泥棒っていうホテルでした。その前ロマンス、ロマンスってなんだよ。ほら、そこの看板に恋泥棒って書いてあるし、恋を盗まれちゃうよ。知らねえって話、恋泥棒。ぜひ手を差して廃墟だっての。奥富士シャモが有名で、この辺はね。急に話が変わるっていうね。あと少しですよ。てか地形いいかな、とこ30キロはないんじゃねえかな。30キロあるかな、わかんねえ、何キロだか調べてません。まあ大体でね、ゆるい企画だってたんで、はい、ここでオクシーシャモの卵とか買えるみたいです。肉とかね、鶏肉ね。お、鳥の匂いが、なんか今日車多いんだよな。久慈川が流れてます。いいですよね、この景色。ここ全部山紅葉します、おそらく。全然まだまだ。そんでね、この先にちょっとすぐそこなんですけど、美味しいピザ屋さんがあります。小僧だっけ、そう、目の前のね、ここ皆さん食べに来てください。美味しかったんで、この小さい小屋が、この薪が一本置いたとこ、ここ小僧さん、ここピザ屋さんなんで、で横がこんにゃく関所って言って湯葉が買えます。湯葉とこんにゃくで、ここ入っていくと関所の湯と、なんだっけ、カフェユーモアがあります。前動画で言ったことあるんですけど、ぜひお越しの際は寄ってみてください。ちょっと早口になっちゃいましたけど。福戸田の滝3キロでございます。で、大悟のゆるキャラ、頭の上に袋の畑が乗っかってるっていう、こんな感じのね、キャラクターなんですけど、なんて名前だ、
まあ、調べてこう乗っけておきます。頭の上に乗っかってます。すごいでかいでしょうね。実物だよね。わからないですけど。そんでね、この118号線今の看板3キロっていうのを過ぎたら次の信号のところを右に曲がって国道461号線に入ります。でちょっと走ってまた左に入っていくんですけど、そっちは国道じゃないですけど、あっち、まあ全然紅葉してない。いや誰も晴れててよかった。ちょっと若干あったかいぞ。ここは入ってきます。ここ止められる。いいですか。人が居すぎて喋れね。こっちが音が近くなってきたよ。音が人が多いので、この辺で学生がいっぱいいたんでね、ちょっとね邪魔なと思って上の干爆台までは、あ、ここ曲がればよかった。干爆台までは行かずに出てきちゃいました。もう久しぶりでやっぱね、近くで見た迫力があってすごいね。どういう映像が撮れたからわかんないですけど。でね、次のも疲れてね、歩ったちょっと
次の目的地なんですけど、竜神峡って言ったんですけど、ちょっと時間が微妙なんで、ね、直接も浜の宮ブロードパークに行ってしまいたいと思います。まあ竜神峡もパンジージャンプで有名なんでね、てな感じで竜神峡は素通りして、浜の宮ロードパークへ行きたいと思います。うん、思い出ロマンかね。おダウンタウン泊まりましたからね、あのなんだっけガキの使いの撮影でいやすげえとこだな、これすげえ坂道あるし一応一時停止だからね。おーしょ